ワンドリンク何するね、はい、おだいらワンドリンク何する、途中で乾杯用のワンドリンクを用意しておいてください。あんま、ジンジャーエールでいいです、はい、ジンジャーエール何する、ジンジャーエールなので、何が彼女の何があるのかな、長野さんはアルコールでない方がいいんです、ない方、オレンジジュース、ウーロン茶、コーラ、ジンジャーエール、ザーティントルチ、時間になって歌い終わったから、オレンジジュース、オレンジジュース、はい、じゃあちょっと待って、これでね、本当にご本人だよ、はい、じゃあやってみます、はい、一曲だったらちょうど終わりぐらいで、はい、よっよ、はい、必殺のパフォーマンスね、じゃあいきなりだね、船の名前だと何あとどんな名前カウントダウン
もう1分くらいで。この検索に、すごいな。そうだよ。2013年はステージじゃないからさ。ステージでスタート。これ意味がいいね。意味がいいな。あの、私たちにとってリードしたらね。いや、そうだね。なんか漫談をしてる。そうよ。そうなんだ。どうしたらいいでしょう。あと20秒ね。はい、バキミ喋るな。これ、なんで喋らないんだ。わぁ、バキミ。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。というか、もうあと10秒だ。あと10秒くらいだそうです。そう。はい、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい。はい。はい、おめでとう。ハッピーニューイヤー。ありがとうございました。乾杯。それでは改めて新年の、一応みんなドリンクを持っているので乾杯したいと思います。皆さん、グラス持ってください。エチさんもグラスを、グラスというか飲み物持ってください。いいっすか。よくないっす。いいっすか。よくないっす。いいっすね。よくないっす。早く。コクコクと1分になっちゃうからね。OK。 はい、では皆さん2013年新年明けましておめでとうございます。新年最初の1曲は昭和歌謡で昭和歌謡でした。で、待って、俺カボタスですかって言って、じゃあ次はい、フラワームーン、フラワームーン、カボ、カボ出てきた。今年の白子さんのカバンの中、電話に出たかった。年越し試験、今日の出来合いがあったんです。年越しアーティストはフラワームーンの皆さんです。では、水によろしく。カポ、後ろにある、置いてある。ない？その、アンプの上に乗ってない？アンプの上。アンプだ、これね。このカプラスとか欲しい。良いですか？はい、引き続きお願いしたいと思います。おっさんがシャブって言うとまずいだろうな。なんかまた帰りたいよみたいになってた。水の叩きになった方がいい。次の曲は花の素顔という服部隆一作曲、西条那須古い曲でちょうど団塊の世代の方が生まれた頃の映画の中国映画の花の素顔の時代をお届けしたいんですけれども、その前にちょっと若干セリフをからかけます。この作品をこちらさ、はい、行きましょう。私、小山先生に言ったのよ。先生が本気で何を口説くなら絵をやめてちょうだいって。先生はその一言で何のことは諦めたらしいの。何はやっぱり小山先生を尊敬するわ。マミうちの娘やん。マミの心はとっくに僕を離れているんだね。そんなことはないわ。ただね、あなたが大事な絵を捨ててまで私を愛してくれたということをなぜ途中でひっくり返してしまうのかがわからないの。なぜそれを押し通さないの。マミは小山の純粋さに惹かれている。マミは小山の絵に引きつけられていくのを見ると僕は止まらないのだ。どうしていつの間にこんな食い違いができちゃったの。この間まではあなたは確かに私の心を掴んでいたのに。これが一曲目かよ。それか分かるのか。帰るわ。もうそんな止まっていけよ。だって変なもんでしょ。何がどっちが奥さんだか分かんないみたい。何言ってるんだマミ。決まってるじゃないか。こんな当たるでいいのか。夜だし。それから夫婦の間に
微妙なディスカッションがあったあいつ、新一がマミコを屈服させたらしく、二人で寝室へ入った。外はいつの間に雨になったのか、しとしと弱い雨が降っている。のりこはどうしてるの？食堂の方で寝てるんだろう。へえ、寝られるの？どうにかこうにか。布団は？ないんか。まあ、と言ったかと思うと、のりこは羽を着ていた。境の戸口を少し開けて、食堂の方を覗いたが、すぐ閉めた。かわいそうな格好して寝てるわ。そう言いつつ、のりこは脱いだブラウスをまた着込みながら、そうすると昨日まではこのお布団に一緒だったのね。うん、でもそうするほかなかったんです。苦しい連帯はよして、それじゃあもうご夫婦も同じじゃありませんか。そんなことはないんだ絶対に。まあそんなに興奮しないで、さあさあ寒いじゃないかと、新一は手を伸ばしてマミコを引き寄せようとした。するとマミコはいやと叫んで、邪険に新一の手を払いのけ、ダブルブレストの上着まで着てしまった。どうするんだ。あなたもノリコも不正直だわ。あたしを何の彼女と言いくるめ、後で二人で舌を出すんでしょう。冗談じゃないわよ。男と女が二人きりで内外一つお布団にくるまって寝ていて、無事であるわけがないじゃありませんか。どうも話のつじつまがおかしいから、そんなことじゃないかと思ったの。けがらわしいわよ。その後へ私がのめのめ出られるでしょうか。そんな無礼すぎたんだと、昔の女よ、古い女よ、奴隷の女よ。さよなら、私は帰ります。そう言ったかと思うと、マミコは街灯をひったくり、すっぽりフードをかぶってアトリエの戸を押し開けた。あとも見ず、降ったりやんだりの春雨の中へ飛び出していった。新一はパジャマのまま羽を着て、マミと激しく呼んだが、その時はもう五六軒先の路地をフードの影がかけていった。
日立フラワームーン、その結成のいきさつを、それとはちょっと、私と小平君とは、30年前に知り合って、それは駒ヶ根のランズというお店だったんですけれども、まだ25歳の時ですけれども、ランズのマスターが彼も飯田の人だよと言って紹介してくれて、で飯田は個性的な人が多いねって言いました。特別個性的な二人がそこで知り合いました。なんか私はね、初めて見てハンサムだねって言ったんです。そしたらなんかあなたも可愛いねって言ってくれて、それでなんか赤い車に乗ってるって言われたもんですから、あ、赤い服着てるからって言ったら、そうそうってそういう会話をしたことをよく覚えてきます。それでその日からすっかりお友達になったんですけどもね、それからしばらく名古屋へ行ってしまって、もう一生会えないかなと思ったらまた連絡をくれて、それからしばらくまた会ってましたけどもね、それがなんと、もう去年の9月の4日ですけどもね、私ね、もう小平君とは会えないと思ってて、何気なくね、ネット検索をしたんですね。小平敏郎って入れて、そしたらミュージシャン小平敏郎っていうことが出てきたんで、と思って、それでYouTube を見たらもうびっくりしたんですけど、本当にちょっと遠くから映してるカメラのせいか、全く昔と同じ顔だったんで、もうびっくりしちゃって、私それまでね、本当会いたかったんだけど、なんか夢が壊れたら嫌みたいな、そんなイメージ変わっちゃったら帰って会わないでいいかなって思いもあったんですけども、まあそれ見て、あ、もう会いたいって思って、それでライブを見に行こうと思ったんですね。ところが私うちがサービス業でなかなか金土と会えないんで、ずっとライブ情報見てて、なかなか休みの日にライブがなくって、それでようやくその9月4日に、水曜日か木曜日だったんですけども、ライブがあるんで休みだったので行こうと思ったんですけども、何しろ昔は運転してたんですが、ペーパードライバーで、もう自分の車もなくて、これはもう電車で行こうと思って、で電車の時刻表とか調べてたら、うちのがどこ行くのとか言って、でライブって言って、それでちゃんと店までの場所を調べなきゃいけないっていうので、調べたら全く駅から遠いみたいで困ったなと思って、でじゃあ他にも行ける日があるかもしれないから、メールで聞いてみろよって言われて、でメールをその前に出したんですけれども、なんか届かなくって、帰っても来なくってとにかく届かなくって、それでもう思い切って電話をしたんです。電話帳に電話番号載ってたんで、そしたら奥さんが電話に出てくれまして、なんか話が長くなっちゃってすいません。それで今留守ですけれども、夜8時になったら帰ってきますって言ってその時間に電話くださいって言うもんですから、もう私ドキドキして時間を待ってて、で電話したら小平君が電話に出てくれて、でそれがもう全然昔と変わってなくて、で車乗れなくなっちゃったって言ったら、一緒に車で乗せてってくれるっていうもんですから、もうすごい幸せになっちゃって、嬉しくなっちゃって、それで私が今こういう今歌いましたけど、変わった歌をというか、本当に大昔の歌を
歌っている趣味になっちゃったって言ったら、これ私生まれる前の歌ですからね、今歌った歌それで俺も最近古い歌を聴くよって言って、で昔の歌はいいよって言って、なんか古い歌にも理解を示してくれまして、それで自分で悪さして作った CD を持って行って、で車の中で聴いていただいたんですね。で さっき歌った喫茶店の片隅でっていう歌を一番最初に入れといたんですけれども、そしたらその歌を聴いて、こういう歌は大好きだって言ってくれて、で一緒にユニットを組もうって言ってくれて、それで二人でのユニットを組むことができました。それで自分たちはね、二人私たち結婚することになりました。こんな結婚するのにね、うちのかみさんも今日来てないし、旦那さんも来てないとかって、何事だなんて思うもうね。ということで最後の曲は三でもう、そうですか、そういうことか、大丈夫。お互い結婚しますので。頑張っていただければ戻ります。もう一度皆さん拍手お願いします。
それで白い服だったのかな。白い服だなって思ってみると。結成のあの秘話を家って言ってからしばらく出てこないので俺なんか二人の馴れ初めかとかいろいろ考えてたんですよ。そういう結婚するなんて言うかね、弱っとね、奥さんに会ったらどうしたらびっくりするじゃん。楽しかったです。聞いたことない曲ばかりだった。新鮮な新年を迎えました。